いや、みんな、もっとボスと戯れようということで、久しぶりにエルデンリングのラジオやってまいりたいと思います。はい。でも今日は、先ほど言ったボスと戯れるというところのお話と、以前投稿しておりましたレベル1の解説動画系統に絡んだお話をね、ちょっとやっていきたいかなと思います。若干、エルデンリング界隈では、何て言うんだろう、まあ、肯定派と否定派が、もう、はっきり分かれるところの話題、若干タブー視されてるようなところの話題で、配信者の人でもね、あまりズバッとぶった切ってる人は、今のところいないんじゃないかなって、個人的には思うところなんだけど、まあ、あえて言いたい。みんな火力出しすぎてる。今回はエルデンリングにおける火力出しすぎ問題についてね、ちょっと個人的に、まあ、フロムゲー大好きなクロートユーザーの一人として、まあ、ちょっとね、鬱陶しい言い方に聞こえちゃう人もいるかもしれないけど、結構、割と真実というか、真理ついてるお話になると思いますので、興味のある方は最後まで聞いてやってください。はい。で、まあ、以前投稿してました、そのレベル1の攻略解説のやつだね。まあ別にあれレベル1でやる必要は正直なかったんだし、なんだったらレベル1でリアルタイムの解説を周回データでやるの結構手間な回もあったりして、なかなか苦戦した部分も実はあるんですが、まあ、一通りね、これっていうボスは全部倒せたかなというふうに思ってるので、まあまあまあ、一部はね、ちょっと初心者さんにはあまりにも、戦技なしとかだとハードル高すぎて、ちょっと無理かなと思ったので、一部、まあ、適切な量のね、戦技を使ったりしながら、一応討伐の方を、まあ、紹介はできたかなと思います。で、さっきの火力出しすぎだっていうところとか、ボスと戯れろっていう話に、ちょっと関連したところの話なんだけど、まあ、これは私の動画の中でもある話なんだけど、やっぱね、エルデンリング系統、特に日本の YouTube 系統の場合だと、やっぱ火力のいい出し方というか、効率のいい倒し方とか、そういうのがやっぱ再生を稼ぐんだよね。再生数稼いじゃうんだけど、なんて言うんだろうな、ゲームの本質的な楽しさの部分とは逆の路線に行っちゃってるように個人的には感じて、例えば、実際問題、150レベルとか、120レベルとか、まあいろんなレベル帯があると思うんだけど、300レベルとか400レベルぐらいの、レベル帯でガチガチにバフ持っちゃうと、本当稀にあの感想でも、多分、極拳両手持ち神秘系統のビルドだったら、多分6発かな。両手持ちの攻撃、ジャンプ攻撃とかじゃなしに、立った状態で、ワン、ツー、スリーで出血して、みたいな感じで、多分、それを2セットしてもらうだけで前半戦終わっちゃうぐらいとかっていうぐらいの、要は火力の青天井みたいなのが、今作はなっているので、過去作に比べて火力の最大値ってめちゃくちゃ高いんだよね。1致命で何十万っていうダメージが出せるみたいな、そういうのもあったりするので、ある程度ユーザーがさ、その配慮をしないといけない部分っていうのがあると思うので、アクションが苦手な人、あるいはフロムゲー初めてやるよとか、初見でやったけど何回やっても倒せないやっていう人、ね、そういう人がね、その火力に頼って攻略をするとか、例えば RTA とか、タイムを競うようなもので、火力を出すっていうのはわかるんだけど、これはわかるんだけど、やっぱりね、もっとボスと戯れないと、なんて言うんだろう、単調なゲームにどうしてもなっちゃう。って私はやっぱやってて思うかな。って気がするんだね。特に、まあ、別にレベル1が至高だとかってそういう話じゃないんだけど、そのレベル1でやるにしても、バフを本当に爆盛りにすれば、ラダゴン1周目、獣込みで、30秒ぐらいで討伐されてる方も直近では現れてるんだよね。ものすごいよ。本当に。戦闘時間30秒もないぐらい、ジャンプ攻撃4回ぐらいしたらもうラダゴンパコーンって倒れて、で、獣もね、何回だろうな、5、6回ぐらい、削ったらもうほぼほぼ削れてるみたいな、そんな形に、なるような、攻略っていうのも現れてたりはするんですが、ある程度やっぱね、ボスと戯れるっていうことをしてもらわないと、絶対的に飽きが来てもおかしくない、そんな気がしています。RTA とかでもない限りね。なので、まあ、初見で相当苦労したとか、このボス苦手だっていうやつ相手に、
高い火力でね、挑むっていうこと自体がおかしいって話じゃなくて、全体的に火力を出すのが、なんて言うんだろう、まあ、それが正当な攻略だよね、みたいな雰囲気に、ちょっと動画界隈見てると、ユーザーなっちゃってるんじゃないかなっていう心配が個人的にあった。いまだにね、過去に、割と早い段階で、ちょっと賛否あるような内容の動画を私、いくつか実は上げてるんだけど、それを見たユーザーさんから、ちらほらね、今でもコメントがついたりするんだけど、ああ、俺でもちょっとゲームのやり方間違ってたかもっていうコメントをしてくださる方がね、まだ3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月とか前の動画だよ、に、そういうコメントをつけてくださる方がちらほらいらっしゃるあたりを考えると、やっぱりね、その日本のそのゲームに対する意識って、ちょっとなんか尖ってるんだよね。例えば、タゲの話題、私たまに出すけど、エイペックスとかでもそうだけど、日本サーバーだとどうしても漁夫意識がすごく高かったりだとか、長物持って、ポイントを盛るやり方みたいなのが、まあ、ランクだと割と定石だみたいなのが、マップとかによってはあると思うんだけど、要はその、なんて言うんだろう、適正ランクで自分がその実力を示すためにランクがあるのに、そうじゃなくて、ランクを上げるためのムーブをして、ランクを盛るみたいな。わかる？その、本来の同じような技量の人たちを選別するためにランク分けてんのに、ランク盛るためのムーブで上がってきた層と、本当に実力があって上がってきた層と、みたいな感じで、なんか、ランク内がぐちゃぐちゃしてるみたいな、これなんとなくエペやってる人伝わるんじゃないかなと思うんだけど、要は、それと似たような感じで、要は、目的が何なのかっていうのがよくわかんないような感じになっちゃってる。ランクをやるんだったらランク盛るのが目的でしょってなってるけど、いや、ゲームやってて、ゲーム内で、あなたの実力に応じたランクが分けられてるんだよっていう、この議論よ。で、それにちょっと似てる気がする。このエルデンリング界隈も。なんか、ある程度火力が出るようなビルドを組んで楽しむのがもちろん大事な部分ではあるんだけど、エルデンリングは過去のソウルシリーズと違って火力出すぎてるんだよね。特に出血。だと思う。まあ、ぶっちゃけ俺はナーフした方が話早いかなと思うんだけど、バフの量が多すぎて今作。仮面系統のバフ、もう仮面付け替えてもバフが残るとか、そういう仕様もあったりして、本当にジャンプ攻撃、極限二刀流、炎とかでも5000、6000とか叩き出せるんだよね。フルバフ乗せたら。なんで、ちょっとやりすぎかなって思うところもあったりするので、ある程度、そのユーザー側で自重しないといけない。で、これ、セキロとかと違って、エルデンリングはある程度自重しないと火力出すぎるよねっていう、要は割とクロートのユーザーさんたちの意見と、いや、オープンワールドなんだからもう好きに楽しめいいじゃんっていう、まあ、言っちゃ悪いけど、ニューカマーの層の人たちの意見がかなり、混在してて、もうほんとカオスだなって思うんだけど、やっぱりね、改めてレベル1の周回の攻略をやっていて、で、今これご覧いただいてるのは、レベル1ノンバフのマレニア、3周目のデータ、4連戦ノーダメージです。はい。編集もノーカットで、4連戦。やってるんだけど、要は、立ち回りさえしっかりできたら、過剰なバフとかなくても普通に戦えるようにはなるんだよね。もちろん自分で言うのもなんだけど、私は日本で最もうまい、マレニア討伐のスペシャリストなので、日本で一番を名乗ってもいいと自分では思ってるんだけど、一応それぐらいのプロフェッショナルなので、このぐらいの、まあ、パリの精度、もうてか回避の精度で4連戦が戦えるぐらいやり込んでるんだけど、そこまでやらなくても別にいいんだけど、要はどこまでバフ持ってパパッと片付け、要は片付けちゃうのか、ボストと戦いを楽しむのかっていう、そこを私は今一度ね、このエルデンリングというゲームをやってる人たちに思い出してほしい。みんな何のためにボスを倒すんだよ。ここをね、私はね、皆さんにちょっと思い出してほしいなと思う。例えば、セットアップ。RTA なんかでよく使われる武器のセットアップで、神業の騎士かな？を倒すやり方なんかで、眠り壺。RTA の攻略の方法なんかで、割と使われてるメジャーな方法があるよね。刀使って、居合使って、眠り壺入れて、みたいな。4回切って、みたいな。あると思うんだけど、あ
ああいうのはセットアップとしての攻略としてはすごく優秀だから、知識としてはもちろんやってもらいたいし、経験としてもね、皆さんに一回やってみてもらって、それが自分でも簡単にできるものなのかっていうのをトライしてもらったらと思うんだけど、それっていうのはそれ用のルートだからやる行為であって、本当にちゃんとボスとして立ち回れるのかってなった時とはまた話が別だと思うし、そのボスとの一戦一戦を私的にはもっと楽しんでもらえたらなって思う。日本のエルデンリングの動画投稿を見ている感じだとね、おそらくそれに賛同されている方が多い印象を受けるんだけど、火力出してその主人公が無双するゲームじゃねえよっていう部分も思い出してほしい。無双する部分と無双とは違う、そのお戯れの部分等をしっかり分けて遊んでもらわないと、ちょっと長続きはせんわなって見てて思うかな。実際いろんな意見をね、私も過去の動画でいただいてるんだけど、なんか思ってたよりも難しくなかったというか、火力が出過ぎてる気がすると。ボスに比べて主人公の方が後半は無双しすぎてるっていう意見、これ結構新規のフロムユーザーさんの中でも意見があったんだよね。だからそういうあれこれを考えると、もうちょっとね、皆さんボスと戯れましょう。戯れてみて、別に武器なんか強化してない。私カンストのマレニア未強化武器も一応やってます。13分ぐらい戦ってるけどね 火力出なさすぎて13分ぐらい戦ってるけど、ノーダメージ、やっていたりもします。まあ自分がね、特に好きなボスだったりだとかに関しては、その遊びの要素をしっかりと設けてもらって、まあとあるね、有名な自給室さんがマレニアタックルでやってたみたいな感じ、ああいう遊びの要素をやっぱり設けてね、遊んでもらうっていうぐらいの感じが、一番いいバランスじゃないかななんて個人的には思っていたりしますので、皆さん遊ぼう、ボスと遊ぼう。はい、ということで、今回は、まあ、若干ちょっとね、今となってもエルデンリングじゃもうタブーというか、まあまあまあ、もう賛否あるからもうどっちでもいいじゃんっていう意見が多い話だと思うんだけど、改めてね、その火力出しすぎ注意、を皆さんにちょっとね、お伝えをして、このラジオはお開きとさせていただきたいなと思います。ちなみになんですが、私より絶対に綺麗にうまくマレニア倒せるよっていう自信のある方、私のツイッターの DM に送ってください。ガチのシビアな、ひいき目一切なしのシビアな判定で私よりお上手だなと思った方、動画で紹介させていただいて、プレゼントも、なんちゃらカードみたいなの、1000円分みたいなのもちょっと検討はさせていただきますので、興味のある方は送ってやってください。結構ガチめに抽選というか、審査しますんで、よろしくお願いします。ここは甘いねとかっていうのを全部指摘しますんで、よろしくお願いします。指摘された人はないと思ってね、プレゼント。私より上手い人にだけプレゼントあげる。はい。という形で、やっていこうと思いますので、興味のある方はぜひ。というわけで、今回はこれにてお開き。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。